吉松即の除名時10年2月23日は、幕末から、明治の武士、陸軍軍人。最終階級は少佐。殺土倒幕の密約記念碑吉松即の助の名が、刻まれている。京都市東山区陽明は、ほと、守る、の地州へだ。高下2年1月23日、高知城下本町筋の土佐藩士ご古書組吉松清平の長男に生まれた。 母は、前の死ので、慶応三年、藩平として上落。明治元年の蕎麦、伏見の戦いには、反平隊長として、伏見を守る。その時の即の助の決断が官軍としての都佐藩の、以後の行動を決定する。さらに早正体、第八隊長として、母親戦争に加わり、いまいち、日光と、会津と転戦した。会津戦争の折り、 大垣藩兵に捕らえられ、両辱の末に生ざらしにされた、神母幸子を見かけて、方面を主張したものの、他藩の妖怪は受け付けないと拒絶された。その後、密かに幸子の懇願を聞き届けて、腰に据えた担当を与え、その自陣を助けている。明治4年、薩長度三藩の憲兵によってご神兵が創立された時、陸軍隊員、中隊長となる。明治9年、 陸軍少佐に昇進。大隊長となり、熊本鎮大福岡分英に討論した。この年に、上風連の乱が起きたが、A 内を鎮した。明治10年に、西南戦争が勃発すると、不評第14連隊第3大隊を率いて、福岡から出撃し、同郷で妻のお父に当たる谷立旗鎮大、司令長官が守る熊本上級 A を図った。南官、高瀬、 この葉と進んだが、2月22日の植木の戦いで、年下とはいえ上官である連隊長代理、乃木マレスケ中佐が軍機を喪失した。その翌日、この葉で西郷軍と対峙した。二方向から攻撃されて、苦戦に陥った吉松は乃木に援軍を要請したが、乃木は司令部を離れてわざわざ、吉松の元に自らを赴き、 今や我が足元には勝つべきあまり兵なし、たといまたこれ嵐むるも、こず深割りで、これに当たらんと断った。すると吉松は笑って、余力があればのこと。君は全軍を指揮する連隊長である。ここに長く止まるべきではないと応じた。野木が無事に去った後、最前線に踏みとどまった吉松はわずか二十四名の部下と共に連隊主力の退却を支えたが重傷を負い、 その夜に息を引き取った。去年33であった。ありがとうございます。